こんにちは、大和駅研究家の三笠玄山です。はい、今回ですね、こちらに書いている50代からの生き方がわかる運命線の見方という形で、この運命線がね、どこに着地するかというところで、皆さんのそれぞれの生き方とかね、仕事とかその人生の方向性が見えてくるんですね。もちろん運命線っていうのはご存知のように、ここがね、手元が0歳で、そこからずっといて、だいたいここら辺が30代35、この辺あたりが50代で、まあ最後、まあ、100歳ね、90歳100歳っていうぐらいでなるので、運命線がね、太いのがスッといってて、どこで着地してるかっていうのを見ていくんですね。で、まず順番にいきます。運命線がスッと1本あると、それが A、 まっすぐちょうど中指のあたりで止まっているという人は A ですね、着地で。この A の着地の人は、他人に要するに左右されないね。運命線がまっすぐ行ってるわけですから、右へ行ったり左へ行ったりしない、まっすぐ自分のやりたいことをやり遂げるという。よくご質問があるんですけども、女性の方で、私専業主婦した方がいいですか、それとも外で働いた方がいいですかって、なんかご主人も定年してそろそろという時に、私は外で今まで通り働きたいんですっていう人を見た時に、その人が運命線がズバッとあったとしたら、主婦になるのは難しいんじゃないですかって言って、実際僕にこんなこと聞きに来てるけど、本当は働きたいんでしょって言ったら、そうなんです、実はそうなんですから、いや運命線にもそう書いてるやん、手に書いてるから、やりたいことやらはったらどうですかって、ご主人にもその話をちゃんとしたら応援してもらえると思いますよって言ったんです。で、結局彼女は今自分のしたいことを思いっきりやってはるんですけど、 A はその意見よりまず自分がしたいことをちゃんと言う、やるとね、もちろんその周りの人にも協力ね、やりたいからやらせてくださいっていうお願いはするんですけども、まあ、女性の人でも男性の人でも、まっすぐ行ってる場合は、自分のしたいことをしたらいいと思います。ただ問題は、財運があまり良くないって言われてるんです。なぜか、その損得感情抜きで自分のしたいことをするから、儲かる儲からないよりも、やりたいかやりたくないかに行っちゃうので、そこに行く可能性があります。それでも自分の本心と違うことをするよりも健康上にもいいと思うし、もしここの財運線がすごい太いのがね、出てるとなればまた別ですけども、今運命線だけで判断すると、 A がまっすぐ着地してる人は男性女性関係なく社会で成功するし、自分のやりたいことをやってくださいって僕も応援しますが、損得感情はね、忘れてしまうという危険があるということだけね、加味してください。はい、で次2つ目、 B っていうのは、この運命線がまあうーってきて、途中からこう人差し指の方にね、確実にこのこっちへ曲がってるという感じですね。でこの人差し指の方に曲がっていくということは、人差し指は人を支持したりとか、自分がリーダーになるとかね、そういうなんかこうメンターになるとか、まあ、カリスマ性が出るんですね。だから人差し指の方に行く人はカリスマ性がありますし、また他人を指導するとかね、みんなをこう教育するとか、そういう仕事に合っています。信頼性が増すし、カリスマ性も立つんですけども、こういう人こそをちょっとね、財運、お金に対して管理するビジネスパートナーとか、誰かにちょっとお金のことは金庫番は一人つけた方がより成功すると言われているので、 B の人の場合は、もし儲かってきたら金庫番を一人つけた方がいいと言われます。で次 C、 運命線がぐーっと伸びてきて、このどうやら、薬指と中指の間ぐらいに向かっている、確実にこの人気線の方に向かっているなという人、こういう人はね、意外とね、不動産とか資産とか、そういうのを残すっていうのがうまいんですね。どっちか言ったら財運が避ける、自分の仕事をやりたいことをやりながら、それがまた財運にもきっかけがあるんですけども、この C の人の注意点は、やっぱりちょっと浪費が大きい、大きな浪費を平気でしてしまう可能性があるので、そこだけね、注意してもらえればと思います。はい、次 D ですね。ここが、その D の感情線のところまでズバッと来てて、感情線で止まってると。あれ、じゃあ私成功しないんですかって言って、そうじゃなくて、ここで運命線が止まってるということは、感情線と運命線で人生を作るっていうふうに見れるんですね。ということは、例えば根回しがいいとかね、感情だから人の気持ちをよく組めるとか、それとかあとそういう人気に出るとかね、そういうのが出るので、いいんですけども、こういう人っていうのはあまりお金に興味がない人とも言われています。自分がもしこういうタイプだとしたら、まあお金に興味がないけど、人の心とかね、そういうのに興味があるとかいうね、はい、
あの人なんで、ひょっとしたら駅のね研究とかして仙人になって山にこもるけど、わしはお金よりもその人のその研究とかね、そういうのがいいんだっていう人になるのかもわからないですね。でそういうのが D ですね、着地点 D で、最後着地点が E ですね。まあこれ実際は全部真ん中にあるという前提ですよ。この横から来てるんじゃなくて、この表として書けなかったので、だいたい真ん中あたりの中指を中心に、この E ですね、ちょっとここで終わってる、この部分ですね。でこの部分で終わってるとしたらどんな人かいなっていうと、この人は知能とかね、才能、要するに自分の考えとかで人生を切り開いていくタイプです。この人こそ、アイデアマンとか特許取ったりとか、そういうことができる可能性があるので、まあここに財運線とかがあれば、これとこれで意外と稼ぐというか、しっかりとできるんです。なのでまず自分がね、どこで止まってるのって、ここで止まってるならば、自分はそういう才能とか能力とか自分のアイデアでね考えていくタイプなんだなと。決してここから先がないから私人生ここで終わってるというか、そういう見方じゃないんですね。ここで止まってるならば、もし感情で止まってるならば、人との関係性の中で何かしていくと。でもしこれも突き破ってこの上に伸びてるならば、その A とか B とか C の方向でね、どこを向いてるのかによって、 A に向いてるならば、その先ほど言ったように他人に左右されない、私は Going my way、 自分の道を行くんだみたいなね、そういうところだとか、たまにこうで3本に分かれてる人もいるんですね。こうギューッと言って分かれてる、まあ竜の手相っていう時にあったんですけど、そういう人はやっぱり3つに分かれてる、綺麗に3つに分かれてるっていうことは、やはりこの A と B と C のね、先ほど言った、不動産にも関係しながら、他人を教育しながら、自分のやりたいこともできるっていうね、夢のような生き方ができるので、自分がどのタイプなのかちょっと見てね、見えにくかったら手をちょっとキュッとね内側に入れて濃ゆくしてね、でその手相の線がどういう風にいってるのか、最後どこに着地してるんだろうっていうのをね、しっかりと見ていただければと思います。